廃病院に残されていたカルテ。聞いただけでも気味が悪いフレーズだが、この話を投稿した一致はどんな体験をしたのだろうか。今回は死ぬほどシャレにならない怖い話というスレに投稿された短編8本を紹介します。心霊体験から生身の人間の怖い話まで多岐にわたる恐怖をお届けしますので、そういった類の話が苦手な方はご注意ください。廃墟病院のカルテ。私と姉と妹の3人は姉の車でドライブの帰宅途中、姉が廃墟の病院に行こっかと提案して、私と妹はいやいやながらも連れてかれることになった。その病院は30年も使われていなくて、見るに耐えないほどの荒廃ぶりだった。病院に着くと人気のないのはもちろん、立ち入り禁止の札も貼ってあった。姉は中入ろと言って、中に入り、私と妹も中に入っていった。受付のところで私たちは立ち止まると、姉はちょっと奥行ってみない?と言うから、妹はやだよ、行くならお姉ちゃん一人だけで行ってよと言った。姉はあっそう、じゃちょっと行ってくると言って、すぐの角を曲がって姿を消した。私はカウンターの隅にあったカルテの束に目がついて、手に取り見ていた。妹もその何枚かのカルテを見ていた。すると病院の奥の方からキャーと姉が叫びながら、こっちに向かって走ってきた。私と妹も衝動的に叫びカルテを手放して、姉が走って車に逃げ込むのを後を追った。車の中に入ると姉は息を切らしながら丸々と丸々ビビりすぎー。あはは冗談に決まってるでしょと言った。私は半切れで、妹はブチ切れていろいろと姉に言っていた。妹はカルテをくしゃくしゃに握りしめたまま。これ持ってきちゃったじゃん、と言い、姉はそんなの窓から捨てればいいじゃん、と言った。そのまま笑いを交えつつも家に帰り、家に着き今で3人ともこたつで暖かくしていた。1時間もすると妹は疲労のせいか寝ていた。電話が鳴りお母さんが出る。姉と私もこたつでうとうとしていると、お母さんがあんたたちさっき病院行ってきたの?と聞いてきた。私は、病院?あ、さっきの病院かな。と思い、姉はどうして?と聞くと母は、そこの病院から電話があって、という、病院から電話?なんで?ずっと使われてない病院のはずなのに。次の母の言葉を耳にしたとき、私と姉は小一時間互いの目を見て呆然としていた。カルテ返して、だって。いたずら心で廃墟に肝試しなんていかなければ、カルテをすぐに院内に戻していれば、後悔しても時すでに遅し、取り憑かれる覚悟がないなら、軽率に心霊スポットや廃墟には近づかないことだ。次のお話も面白半分で高齢術に手を出した結果、血の気が引くようなメッセージを受信してしまった恐怖の体験談だ。さ、む、い。中学生の頃、A という同級生の家でよく遊んでいた。彼の家は町外れにあり、海の崖っぷちのようなところに立っていて、両親も仕事柄いないことが多く、ガキが騒ぐには絶好の場所だったからだ。12月の試験休みにその家で、当時学校で流行っていたこっくりさんをやることになった。ちなみにその方法だが、丸い木製のテーブルに50音、はい、いいえ、0から9までの数字を書いた紙を並べる。この時トラ、とかシカ、とか動物の名前にならないように注意しなくてはならない。そして硬貨を使わず無地のコップを使う。参加者全員がそのコップに息を入れて中央に置き人差し指を添える、という方法だ。マスターの映画コックリさん、コックリさん、いらっしゃいましたらはいと返事をしてくださいと定番のセリフを口にした。するとコップがはい、のところへ移動する。そして映画〇〇、かっこ俺のな、の好きな女の子のは誰ですかと聞く。なんだよ変なこと聞くな、と俺は恥ずかしげにつぶやいた。さ、む、い。だが、こっくりさんは女の子の名前ではなくさ、む、い、と繰り返す。なんだよこれ。気持ち悪いな。何か嫌な空気が流れ始める。そのうち肩が重く、軽い頭痛がし始めた。俺はもうやめよう、と思わず叫んだ。みんなもそれにうなずく。だが、こっくりさんは帰ってくれない。最後は強引に止めてしまった。A は俺んちが呪われたらどうすんだよ、と半泣きになったが、B がちゃんとコップを割って紙を燃やしとけば大丈夫、と吐き捨てるように意味な逃げ出すようにその場を去った。その3日後だった。その家のそばの海岸に女性の水死体が見つかったのは、冬の海で寒かったのだろう。幸いにして俺を含めた全員にたたりと思われる現象は起きなかったが、誰かに見つけてほしい一心で、何度も繰り返し寒いと訴えていた女性。凍える海をさまよっていた女性が、今は暖かい場所で安らかに眠っていることを祈るばかりだ。それでは次へ進もう。
あまりにも不謹慎な場所で悪ふざけをした少年の身に降りかかった、恐怖の金縛り経験談を紹介する。ある場所に書かれた人形のチョーク。今は違うのですが、最近まで東京都板橋区の自殺で有名な T 団地に住んでました。私が小学生の頃は本当にたくさんの人がその団地で自殺によって亡くなってました。今は廊下に鉄格子みたいなものがはめ込まれ、自殺者はほとんどいなくなったみたいですが、当時はタクシーに乗ってわざわざ飛び降りに来る人もいるくらいに有名なスポットでした。まだ自分が小学4年生の頃の話です。明日から夏休みで終了式が終わって友人と4人で帰宅途中にある団地の脇に通りかかった時に、パイロンに囲まれて人型のチョークが書かれている場所を通りかかりました。信じられないかもしれませんが、みんな口々に、またかよう。なんで死ぬんだろうね。というくらい当たり前の光景だったのです。今思えばなんでそんなことしたんだろう？と思うのですが私はパイロンを蹴飛ばして、人型のチョークに寝転がったりして遊び始めました。さすがに周りの友達は引いてましたが、なんだよお前ら、根性ねえな。みたいなことを言ってゴロゴロチョークの上を転がっておりました。その日の夜、妙な息苦しさで目が覚めました。意識の中では目が覚めてるのですが、体がさっぱり動きませんでした。金縛りなんて経験したことない私はものすごくパニックになっていましたが、声も出せずにただただじっとしてるしかありませんでした。そのうちお腹の上に何かが乗っかっているような重みを感じ、それはどんどん重くなっていき、そのまま気を失ってしまいました。朝目覚めて母親にそのことを話したのですが、疲れてるだけよ、と全く取り合ってもらえずに、再び夜を迎えました。なんか寝るのが怖くて、ガキにしては夜更かしをしていたんですが、そのうち寝てしまいました。すると再び夜中に目が覚めてしまったのです。しかし今回はまぶたすら開けることができず、何かが全身に覆いかぶさっているような感触と、男の人の、ヒューヒューという息遣いが聞こえてきました。怖くなった私は心の中でひたすら、ごめんなさい、ごめんなさい、と繰り返してました。すると突然体が軽くなり、心で叫んでいたごめんなさい、が本当に大声で口から出ていました。隣で寝ていた両親もその声で飛び起き、何があったのかを問いただしたので、私も泣きながらチョークの上に寝転がって遊んでいたことを話しました。母は、明日一緒に謝りに行こうね。と言い、次の日お線香と花を買ってそのチョークのところに行きました。それからはうなされることもなく、家族旅行や友達との遊びの中でそんなことも忘れかけていたのですが、夏休みも後半に入り一人自宅で宿題のドリルをしてると。突然電話が鳴りました。もしもし〇〇です。もしもし？いたずらかなと思い受話器を置こうとした時に、男の人の声で。二度とするなよ。お供え物を持って一緒に謝りに行ってくれる母親と、子供であっても超えてはならない一線を手洗い方法で諭してくれた何か。その感謝を投稿者が忘れず、人の悲しみに寄り添える大人に成長していることを願う。お次は不可思議な音と振動に悩まされた男性の苦悩を紹介する。怪音現象。一年ほど前の話。その頃、一戸建ての2階にある自室で自分はよく夜更かしをしていた。あれは9月の初め頃、ほぼ毎日午前4時前後に、変な音がするのに気づいた。その音は毎度同じで、決まって4時から4時5分の間に部屋の真上からする。10秒くらい続いた。最初は地震だと思ったので慌ててテレビをつけるが、何もない。でかいトラックでも通ったのかなと思い、気にせず寝た。おかしいなと思ったのは3度目くらいから。ようやく、音が決まった時間に来ることに気がついた。あと家の面している道路は狭く、部屋が揺れるほどのトラックが通れる幅なんてないんだ。隣の部屋の妹は何も聞こえないという、かっこそりゃ熟睡してる時間だしな。オカルト好きだが霊感ゼロの自分は、興味津々なものの特に怖がりもせず放っておいた。音はたまにパターンを変えて、カッコズズス、しかない時や、ドスンが最初に来る。2から3日に1度くらいの割合で来る。構えてると来ない日もあった。なんとなく部屋の西北から南東に向けて、大きなものが移動してる気がした。初めて遭遇する怪異にはクテカだったが、さすがにあの日は背筋が寒くなった。その日もその時間まで起きていて、今日は来るかな？と思いつつ PC に向かっていた。いつもと変わらない音が来た。そしていつものようにフェードアウト。かすかに揺れる電灯を見てから PC に目を向ける。途端。大きな音が鳴って、心臓飛び出るかと思った。あの音じゃない。冷静に考えると扉の音。
妹の部屋だ。あ、もしかして音に気づいて起きたのかななどと気楽に考えた。自分の部屋の扉を開けて、かっこ自室は引き戸。廊下を覗くと、妹の部屋の扉は開いていた。ドアの向こうは暗闇。血の気が引いて部屋に戻って布団をかぶった。さっきの音は絶対に勢いよく扉を閉めた音。おかしい。中で起きていた気配もなかった。やっぱり怪異現象怖えと、そのまま無理やり寝た。幸い、何も起こらなかった。次の日妹に夜のことを尋ねると、昨夜は起きてないと気幻想に言われた。本当に？でもドア開いてたぞ。何言ってんの？私朝までドア閉めて寝るよ。お分かりだろうか。それでは自分の見たあの部屋は何だったのだろう。そういえば廊下の電気はついていたのに、妹の部屋は完全な闇だった。直接、あの4時の快音と関係があるかはわからなかったが、私は音の来る前に寝るようになった。音は10月頃まで続いた。途中飼っていた猫が死んでしまい、かっここっちは別件なので省く。数日は自室呆然。なんとか立ち直って気がついたら、もうしなくなっていた感じだ。そして1年経ったこの間の夜、ふと廊下を歩いてる時に妹の部屋が目に入った。まだ早い時間で妹は開花。部屋は真っ暗。だが、かすかに白いベッドが見える。ああやっぱりあの暗闇はこの部屋じゃねえんだなとか。あの時確かめようと部屋に入ったりしなくてよかった、とかしみじみ思い出して、また背筋が凍った。ドアは廊下から見ると、右側が開くようになっている。しかし記憶の中のあのドアは、入り口の左側に開いていた。もしかして廊下あたりからすでに違う世界に繋がってたんだろうか？夜中廊下に出るのが怖くなってしまった。終わり。投稿者にだけ聞こえていた真夜中の快音。音に誘われてドアの向こうの漆黒に足を踏み入れていたら、考えるだけでも背筋が凍る思いがする。次は心霊写真にまつわる話を一つ。娘に先立たれた母親を待ち受ける、あまりに残酷な結末とは。三人で写った写真。ある病院に残り3ヶ月の命だと診断された女の子がいました。二人の友達が彼女をお見舞いに来た時にその子のお母さんは、その子の体がまだベッドの上で起こせるうちに最後に写真を撮ろうと思い、病気の子を真ん中にして三人で写真を撮りました。結局それから1週間ぐらいで急に容体が悪くなり3ヶ月も持たないでその子は亡くなってしまいました。葬式も終わり、多少落ち着きを取り戻したお母さんはある日、病院で撮った写真のことを思い出しました。早速、そのフィルムを写真屋に現像に出し、出来上がった写真を撮りに行ってみると、その写真だけが見つかりません。写真屋さんに聞いてみると、いや、現像に失敗して、と言います。不審に思ったお母さんは、娘の生前最後の写真だからとしつこく写真屋さんに迫ったそうです。写真屋さんもしぶしぶ写真を取り出してみない方が良いと思いますけど、驚かないでくださいね、といい写真を見せてくれました。そこには、3人の女の子が写ってましたが、真ん中の亡くなった女の子だけがミイラのような状態で写っていたそうです。それを見たお母さんはとても驚きましたが、供養してもらうから引き取りたい、と言って、写真を持ち帰りました。それにしても恐ろしい写真だったためすぐに霊能者のところに持って行き、供養してもらうときにこれは何かを暗示してしているのではないか？と尋ねました。すると、霊能者は言いたがりません。やはり無理に頼み込んで話を聞けることになりました。その霊能者が言うには、残念ながら、あなたの娘さんは地獄に落ちました。何の因果で娘が地獄へ落ちてしまったというのか。病で亡くなった後も地獄で苦しむ我が子を思う母親の悲痛は計り知れない。心霊系のお話が続いたので、お次は人が一番怖いと痛感させられる話を紹介しよう。修学旅行での出来事。小学生の頃、クラスに W さんという女子がいた。彼女は先天的な病で体がただれていて、声もうまく発声できなかった。おとなしい子でいつも本を読んでいた。男子の友人はいなかったが、女子の友人は不思議と多いようだった。修学旅行で旅館に泊まった時、友人が女子の部屋に遊びに行こうと言い出した。俺も同意して、どうせだからこっそり行って驚かせてやろうってことになった。そしてクラスで一番人気のあった女子のいる部屋に行くこととなった。こっそりドアを開けると、かっこどのように鍵を開けたかは忘れた。恐ろしい光景が、体育座りで座り込む W さんを円になって囲むようにクラスの女子全員が立っていた。そして、W さんに対して、豚、やけどやろう、などと罵声を浴びせていた。さらにクラスで最も可愛かった子がじゃあ、カツラ外します、と笑いながら言って W さんの頭に手を伸ばした。
次の瞬間、W さんの髪の毛が全部その女の手にあった。W さんは頭皮も病気で、髪の毛が生えないためカツラをしていたのだ。男子は誰もそれを知らなかった。ショックで何が何だかわからない俺の前で、女子は W さんを蹴飛ばしたりカツラをライターで炙ったり。W さんはかすれた声でうめく。助けを呼びたくても呼べないのだ。俺と友人は無性に怖くなって見つからないように逃げた。次の日、W さんもクラスの女子も何事もなかったように京都を観光していた。それが一番怖かった。時が経って同窓会が開かれた。W さんはすでに亡くなっていた。俺は思い切って女たちに修学旅行でのことを聞いてみた。すると例の一番可愛かった女の子が、あんなの別に死んだっていいじゃん、と言った。このスレの趣旨とはちょっと違うかもしれないが、これが俺の経験した最も怖い話です。陰湿ないじめをしていた女子たちは、吐き気を覚えるほど醜悪な大人に成長していた。なんとも胸クソな話である。人の怖さを痛感するお話をもう一つ。マンホールの上で楽しげに飛び跳ねるいじめられっ子の恐ろしすぎる思惑とは？マンホールの上、真由美という名の女子高生が学校に向かって歩いていました。いつもと同じ時間に、いつもの道をいつもと同じ速さで歩いていく。すると、ふと目の前に同じ学校の制服が見えた。近づいていくと、それは同じクラスの生徒で、しかもいつもいじめられている女の子だ。クラス全員が彼女をいじめていた。先生もいじめを知りながらも見て見ぬふりをしていた。女子校なので、結構えぐいことをする。無視をする時もあれば、使用済みの生理用品を机の上に置いたりなんてこともあった。まゆみちゃんも、特に彼女を憎らしいと思ったことはなかったが、自分だけいじめをしないわけにもいかず、周りに合わせて、無視やひどいことを言ったりしたりしていた。だんだん近づいていくと、いじめられっ子の彼女がとっても嬉しそうな顔をしているのが見えた。幸せそうな笑顔で飛び跳ねている。まゆみちゃんは、その姿を不思議に思いながらも彼女のすぐ近くまで来た。彼女はマンホールの上で跳ねていた。とっても幸せそうな顔をして、なぜかキュー、キュー、キューと言っている。何してるの？尋ねてみた。しかし、彼女は返事をせずにキュー、キュー、キューと言いながら跳ねている。無視してんじゃないよ、今度は口調を強めて言った。しかし、彼女は返事をしないで、相変わらず同じことを続けている。今まで、特別に彼女を憎らしく思っていなかったが、嬉しそうに、しかも自分を無視したことで、何か急にとてつもなく強い感情が湧き起こってきた。しかし、それを抑え込んで、なんで、そんなことしてんのよ？もう一度尋ねた。それでも、彼女は何も聞こえないみたいに嬉しそうに跳ねている。ここに来て、まゆみちゃんの中で今までと違った感情が生まれた。ひょっとしたらマンホールの上で数字を言いながら跳ねるということはとっても楽しいことではないのか、そんなことを思った。馬鹿らしいとは考えつつも、かすかにそんな思いが頭の中をよぎった。複雑な思いに戸惑いを感じながらも、とにかくマンホールの上で楽しそうに跳ねる彼女の邪魔をしたくなった。いじめられっ子の彼女がなんでこんな楽しそうにしているの、何か納得できない、そんな感情に身を任せ、ちょっとどきなさい。私がやるから。そう言って、強引に彼女を押しのけ、マンホールの上に立った。足をわずかに曲げ、少し腰を低くしてから思いっきり上に飛び上がる。その瞬間、隣に押しのけられた彼女が素早く渾身の力でマンホールの蓋を取った。まゆみちゃんはまっすぐマンホールの下に落ちていく。彼女は蓋を閉めて、とっても幸せそうな顔で、再びその上でジャンプして、今度は10、10、10と言い始めた。9から10に増えたカウント。マンホールにはまゆみを含む10名の罪深いいじめっ子たちが閉じ込められているのだろうか。最後に紹介するのは、怪異を目撃したことをきっかけに少しずつ狂ってしまった人間のお話だ。エスカレーター。とある、ヨーロッパの国に留学してた時の話を。まあ言葉もままならない頃、よく日本人の友達を家に呼んで飲んでたんだが、俺の家は、屋根裏で大きめの丸窓から地下鉄の出口が見える。エスカレーターがだけでもろに出口専用なのだが、怖いのはたまに夜中過ぎに意味もなく動き始めること。夜中なもんだから車通りもなく、音がよく響いてブーンってなるんだが、これが怖い。たまに丸窓から覗いて確かめるんだがこれが誰もいない。まあそんなことがたまに起こる程度だった。ところがある週末、いつものように友達を呼んで飲もうと思い、一番仲の良いが学生に連絡をした。今ちょうど別の友達と飲んでたらしく、家に来るとのこと。1時間ほどして、そいつが来たわけだが連れはなんと可愛い女の子。同じ学校で唯一の日本人で、俺は羨ましいと思ったのをよく覚えている。で、その3人で飲み始め芸術や最近のこの街のことを語ったりしてた。かっこ俺は美術史の学生だった。
12時を過ぎ終電がなくなり、治安もあまり良くない場所なのでいつものように泊まってけ。と言ってまた再び飲み出した。丸窓のそばでタバコを吸っている俺の友達がエスカレーター動いてるぜ。と、時計を見たら2時過ぎ、またか。と思い、たまにあんだよ。と説明した。すると連れの女の子が興味を持ったらしくどれどれとその丸窓を覗いていた。本当だ。となんだかはしゃいでいた。俺は俺で酒を飲みながら一人でそれがあると怖い。だのとああでもない、こうでもないと話していた。実はその娘が気に入り出してたわけだが、しばらく覗いている彼女がふと誰かいるよ。と言って俺を呼んだ。まさか、酔っ払いかなんかだろうと隣から覗くと誰もいない。いないじゃん。そう言って彼女を見るといないねえ。と俺の友達も誰もいるわけない。と言ってタバコをふかしていた。俺はトイレに行き、友達はタバコを吸い終わり部屋で飲み始めた。ところがずーっと覗いている彼女が、いきなりあっと小さく叫んだから二人ともびっくりしてどうしたん?と聞くと、二人出てきたよ。お母さんと子供かな?んなバカな。と思い、覗いてみるがやっぱりいない。いねえじゃんか。そういう冗談好きなのか?怖えからやめてくれ。だの散々愚痴った挙句、俺は眠くなったのでそのまま寝てしまった。翌朝、かっこむしろ昼近くだった。起きると、俺の友達は眠りこけてたが、彼女がいない。まあ始発か朝方にでも帰ったのだろうと思い、気にはかけなかった。が、別の意味で気にはなってたのでその夜電話した。電話して昨日どうしたのか聞いてみると、寝れなかったから朝方早めに帰った。とのこと。やっぱそうかいと思い、どうでもいいようなことを一通り話し、なんとなく今度二人で遊ぼうと約束した。電話を切ろうとした時、エスカレーターさ、と話してきた。なんであんなエスカレーターの話を引っ張るのか?その時は不思議で仕方なかったが、今日も動くかもなぁと冗談交じりで話すと、今度動いてもあまり覗かない方がいいよ、見つかるよ、と彼女が低い声で言った。あまりに低い声で言うものだったから、その時はマジで俺はビビリだから、そういうのはやめてくれ、とちょっと本気で頼んだことを覚えている。それ以来、俺は彼女と付き合うようになった。俺のが学生の友達は偉く無関心であっそ、おめでとう、ぐらいしか言わず、それからもよく家に来て飲んでたのを覚えている。ところが、その交際も実はあまり続かなかった。付き合い始めたのが、ちょうど今頃1月か2月だったから、半年程度。理由はいきなり彼女が日本に帰国したからだ。帰る間際には相当痩せこけていたのを覚えている。その時は、やっぱり俺がいても寂しかったのかなぁ、とああでもないこうでもないと、俺を捨てて帰国した理由を考えていた。帰国前の2週間ほどはほとんど会ってもらえなかった。おかげで別れもろくに言えず、今もちと引きずっている。ただあまりに逃げるように帰ったので、俺は相当荒れた。まあその画学生の友達と女なんかどうでもいい、だの、あんな身勝手な奴だと思わなかった、だの愚痴りまくっていた。友達はほとんどうなずくだけであまり何も言わなかったのを覚えている。それから半年して、ちょうど一昨年の今頃、それから別の国のアート学校にさらに留学したその友人からメールが来た。彼女が入院した。何でも怪我とかじゃなくて精神的なものらしい。確かに付き合ってた頃も結構不思議な子で、金縛りや、独り言は日常茶飯事で、年中うなされたりひどいと叫んだりしてたのは覚えていた。ただそこまでひどいとは思っていなかったのでかなりショックを受けた。その時は日本に帰って様子だけでも見に行くべきかと思ったが、悲しいもので、学校の単位的にも金銭的にも日本に帰ることはできなかった。それから半年して、夏休みに一時帰国することがあったので、そのついでに彼女の実家の広島まで行ってみた。住所を頼りに実家を訪問した。どうも様子がおかしいなと彼女の実家の前で思ったことを覚えている。というのも、なんて説明したらいいかわからんが、なんか色がくすんでた気がした。インターホンを鳴らすと、彼女の母親が出てきた。俺を一目見ると、あなた、〇〇さん、と、ほぼ叫んでた。家に入れてもらい今に通され、彼女の容態を聞こうと思った時、愕然とした。仏壇に彼女の大きな写真が、そして線香が焚かれていた。俺はマジで混乱して、どういうことか把握できなかったからどうしたんですかと叫んだ。叫んですぐさま思ったのは、自殺したんだろう。案の定、入院先から逃げ出し街まで出てとある雑居ビルから飛び降りたらしい。その時のことは、正直俺も記憶が今でもあやふやだ。ショックだったし何より、やり直すつもりでそれなりの覚悟をしてたからだ。理由を彼女の母親に尋ねるも、病院に入院していたこともあり、精神的なものだとしか聞かされなかった。結局、日も限られていて、墓参りをした次の日には東京に戻り、その1週間後にはまた自分の留学先に戻った。留学先の自分の屋根裏のアパートに戻ると、手紙が届いていた。なんと彼女からだった。
正直、生まれて一番ビビったかもしれない。封筒を開けると、ひどいものだった。錯乱していた。かろうじて内容はつかめたが、本当に荒れた字だった。私は死ぬ。あれからずっと追い回されてる。現実にも夢にもずっと、あの音と、あの二人がついてくる。読める範囲で理解できた言葉はそれだけだった。ただ、デッサンが同封されており、なんてことはない俺のアパートの丸窓だった。俺はあまり泣かない方だが、この時ばかりは泣いた。15年ほど前に親父が死んだ時も泣いたが、それ以上に泣いた。それを機に、急遽帰国して今に至るわけだが。帰国する前に、他国へ留学した画学生の国に遊びに行った。相変わらず朗々としていたが、起こったことを全て話すと黙っていたことがある。と言って語り始めた。何でも彼女が、俺の家に初めて来て以来、ずっと変な親子に付きまとわれていたということ。なんとなくは予想していたが、当時は、本当にそんなことがあるとは思いもしなかった。思えば、付き合った半年、後にも先にも彼女はその一度しか家に泊まっていなかった。俺にそれを黙っていたのは彼女の思いやりらしく、その画学生の友人も約束を守り続けていたらしい。そしてそれを聞かされた後、俺は留学を取りやめ、完全帰国することを打ち明けた。すると、実はもう一つ黙っていたことがある。と言い、俺も見たんだ、実は。そう続けた。彼女の言っていた母親と子供を見た。俺もそれ以来ずっと付きまとわれている。それからあのエスカレーターのブーンとかいう変な音も。そう言うと、いきなり怖い顔して俺にこう言った。日本に帰るまでどんなことがあってもあのエスカレーターに近寄るな。その国での最後の夜に、ちょうど2時過ぎ頃、彼女が丸窓を覗いた頃、エスカレーターがブーンとなり始めた。友人の忠告も無視して、俺は覗いた。しかもずっとそのエスカレーターが止まるまで見続けた。何もない。何もいない。この話は、ここで終わる。俺は幸いその親子につきまとわれずに日本に戻り、普通に仕事をして暮らしている。ただ、この話には一つだけ今でも俺を悩ませていることがある。それは実家に着くと俺宛に届いた画学生の友人からの一通の手紙である。そこには今から自殺するということ、探さなくて構わないということ、そして、俺が彼女と付き合っている間に、彼女をレップしたらしい。そして、それ以来だんだんと彼女がおかしくなったということが書かれていた。それを読んだ時、俺は彼女が俺宛に残した手紙を引っ張り出した。最後のどうしても読めなかった一文をやっとその時読むことができた。ごめんなさい、本当にごめんなさい。もともと友人同士だった彼女と画学生の関係が崩れたのは、母子の幽霊を目撃したことに起因するのか。それとも暴行したことや彼女が精神を病んだことを、幽霊のせいにしているだけなのか。本当に怖いのは人か、人ならざるものか。とりあえず深夜に無人のエスカレーターを眺めることだけはやめておこう。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんにも忘れられない怖い体験があれば、ぜひコメント欄で教えてください。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。